はい。皆さん、こんにちは。ワンダルグルビッシュです。では、今回は、ゲレンデは大きい推しの覇者、アッガイシュバリプレイ続きをやっていきたいと思います。早速、ギニアス大佐より通信ということで、イベントから見ていきます。アプサラス、ついに完成ということで、AP ポイントを供出してね、このギニアス支援してましたので、待望のアプサラス完成という運びになっているようです。まあ、ただし、そのアプサラスは、今回のプレイコンセプトではアッガイしか使わないという中でやっていますので、残念ながら使えないですね。ただノリスとアイナまでパイロットとして使えるので、アッガイに登場してもらいましょう。では、この後、南米、ジャブロ攻略始めていきたいと思います。その前に緊急連絡。政変が発生。徹底抗戦を主張するグループがクーデターを起こし、和平や穏健派を一掃、実権を掌握。これに伴い、総指揮官のレーベルも失脚、強兵派のジンコリニーが後任に就いたということですね。連邦も内部分裂したという状況のようです。続いて、緊急事態。オセニア地域に連邦軍が侵攻、最新のモビルスーツを装備しているということですね。では、これ、オセアニア、つまりオーストラリア方面、増援に向かうということかな。我々のモビルスーツはアッガイしかいないので、どうやってアッガイをうまくね、使っていくかということになろうかと思います。で、敵の目標はオーストラリアトリトン基地にある核兵器ということなので、これをね、しっかり、敵に奪われないように防衛をしていくというところになろうかと思います。では、幹部会議です。今回の幹部会議は、今話の出ていたオーストラリアトリトン基地に海兵隊を増援として送るかどうかです。まあ、シーマの部隊になると思います。もうここは我々案外しか使えないので、できればシーマの部隊をね、まあ、使ってでも敵を足止めしたい、トリトン基地を守りたいというところになりますので、もうここは悪名高いシーマの海兵隊といえども、ここはね、増援をお願いしていきたいと思います。はい。2人、ユーリーと2人だけでしたが、意見を押し通して、海兵隊、これの派遣が決定しています。まあ、ここでね、アッガイの力に限界が見えてきているので、うまく CPU、AI を使っていきましょう。では、ニューギニアの防衛線入っていきます。まあ、シャアはもちろんですが、新しく入ったノリスとアイナも組み入れています。敵の戦力確認しましょう。最新のモビルスーツということでしたが、バスクのもとにヤザンがいて、ジムスナイパー、ジムコマンド。いや、確かに強いかもしれない。で、エルランのもとにアクアジム。まあ、アクアジムとは案外も渡り合えるかなと思いますけどね。まあ、アクアジムとジムコマンド、ジムスナイパーというところですね。では、我々は一度敵に先制攻撃許さないように打撃をつけましょう。もう先制攻撃した方が圧倒的に有利ですからね。こちらから先制攻撃を仕掛けて、攻撃にね、より効果的な戦術をとっていきます。いや、これ本当にやばいことになってきてるな。特にジムスナイパー、ジムコマンドの部隊に歯が立たない。先にアクアジムの部隊を叩くか。それで増援を待ちましょう。ほう。これはアムロと新松永の戦いだな。これも苦戦しそうだな。敵はアクアジムですね。まあ、共に水陸両用のモビルスーツですが、まあ、ここは山岳地帯で戦ってるっていうね、ちょっと意味がわからないシチュエーションですけど。この後、オーストラリアまで、まあ、進軍をしていくということになると思うんですけど、いよいよ厳しくなりそうだな。このね、バスクのジムコマンド、ジムスナイパー、ジムコマンドのこの部隊が強い。
通に戦ってもちょっと勝ち目がないなっていうぐらい強いですね。まあ、水中に敵をうまくおびき寄せて、まあ、どう戦うかというところかな。いや、強いな。ジムコマンドが本当に倒せない。味方の戦力がボロボロにされてる。まあ、隊列とかをうまく組み直しながら、潰すしかないですけど、予備部隊はもちろん派遣しましょう。まあ、予備部隊を2つ派遣して、まあなんとかなるかなっていうところかな。ここも壊滅するからね、どうやっても。こっからが本当のアッガイ縛りの地獄になりそうな、まあ、そんな感じですね。まあ、増援部隊はね、パイロット、まあ、ランバラールとか乗せてるところはまああるんですけど、まあ、あんまり期待をね、しすぎてもいいような人たちではないのは事実なので、本当にギリギリの戦いになりそうですね。うまく水中に誘導した方が良かったのか、先制攻撃を取るために、攻撃をね、あくまでもゴリゴリ仕掛けていくのが良かったのかっていうのが、まあ、ちょっと今回、検証のポイントになりそうですね。やっとジムコマンド一機だもんな。これは強いぞ、本当に。今、ランバラルがね、増援としてやってきたので、それで攻撃を仕掛けているところです。どうだろうな。アッガイ縛りの条件は変えずに、もうちょっと攻略が進められるように、増援部隊、まあ、ここで言う増援というのは、他の軍団長の増援部隊は許容しましょうか。このままいくとおそらく攻略が、近い将来不可能ということに、ね、なってくると思うので、まあ、そういう事態をね、避けるために、一度、増援部隊としての味方のね、まあ、例えば、ユーリだったり、ウォルターだったり、場合によってはマグベだったりっていうところへの増援の依頼というのは可にしましょう。この1ステージ目でこの苦戦の仕様なんで、ちょっとね、考えもんですね。お、シーマがやってきたな。援助要請。1200AP。全然くれてやる。1200AP など。しっかりシーマが敵の戦力を、叩いてくれるのであれば、1200AP、全然上げます。フラナガンからの要請。フラナガンってフラナガンブームなのか、フラナガン機関の方なのか、どっちなんでしょうね。気になるので見ていきます。技術部門からだと、人材派遣要請。これつまり、フラナガン機関ニュータイプ研究所の方ですね。ゲストパイロット、クルースト・モーゼス博士が研究を進めているイグザムシステム開発のためニムバスを派遣しろだ。じゃあこれはニムバス派遣しとくか。ではニムバスを派遣して、まあ我々の方は代わりに、ウォルターあたりに、まあ増援部隊を要請していきましょうか。まあニムバスの派遣は拒否られてしまったので、まあ、ニムバスを派遣できませんが、やり方としては、先ほどお話した通り、交渉で増援部隊を要請していきましょう。まあ、ウォルターかな。2000AP 送って確実に増援を派遣してもらいましょう。んで、部隊の編成ですが、まあ、案外が相当数破壊されていますので、案外はね、増強しておきます。では出撃していきます。ウォルターの部隊に 2000AP 払って増援を要求しているので、いきなり6部隊からですね、増援部隊の方は、まあ、機能してくれればいいなというところかな。ドムとゲルググドム。いやー、これは本当にありがたい。むちゃくちゃありがたいですね。
敵の方は多分前回と同じような編成だと思うんで、そうだね、ジムコマンド、ジムコマンド、ガンキャノン量産型。いや、強くなってるよ、明らかに。アクアジムにアムロレイが乗ってるね。まあ、なんとかね、ここは耐えしのいでいきましょう。あとは、まあ、2000AP という大金を払ってますけども、それに見合った活躍を、ウォルターからの増援部隊、ドーム、ゲルググにしてもらえれば、まあ、なんとかなるかな。案外の火力も低いし、耐久も低いんでね。なんか苦戦はこの先しそうです。はい。まあ、大苦戦しましたが、なんとか撃退しています。では続いてヒューエンデンに侵入してきた敵部隊の迎撃を行います。同じくですね、また、交渉で増援を送ってもらいましょう。はっきり言ってこの増援要請なくしても敵を撃破することは不可能なので、まあ増援はね、行います。で、またアッガイが大量にやられてますので、アッガイを大量に仕入れて配備していきます。敵の部隊数が一気に増えましたね。今まで3部隊だったものが5部隊に増えてる。編成の方はやっぱりモビルスーツ中心にもうなってますね。なので、ここは長期戦に持ち込んで、味方の増援もうまく使いながら、戦いましょうか。先制攻撃は絶対にしたいので、一度引きましょう。引いて、その上で敵の攻撃を一回スルーして、その後にこっちから先制攻撃を浴びせていきます。先制攻撃してもこの状態か。いよいよアッガイの火力だと、敵のモビルスーツを先制攻撃でも倒せなくなってるな。もうこうなってくると増援部隊が本当にすごく重要になってきますね。あとは、うまく水中に敵を誘導するかと。いうところなんですけど、こういうマップだともう誘導しようも何にもないですからね。増援部隊のモビルスーツがゲルググの割合に増えましたね。前回はドムが2、ゲルググが1だったんですが、ゲルググが2、ドムが1に変わってるので、やっぱりこの増援部隊がすごく頼りになるキープレイヤーになりそうだ。まあ、ただパイロットが乗ってないのでね、いくらモビルスーツが強くても、過剰な期待はできないので、そこはね、本当にアッガイでうまく立ち回りましょう。予備部隊派遣します。アムロとブライトがいてですね、まあ、そのアムロとブライトに全くダメージがまだ当てられていないという状態の中、味方ボロボロなので、ここは予備部隊も派遣します。いや、アッガイだともう火力的に本当にきつくなってきてる。パーフェクトジョングとか出てきた時に、果たして、このアンカイで撃破できるのかっていうね、本当に不安がありますけど、まずは目の前の敵を潰していきます。これなんですよね、アムロ、ブライトのペア。本当に強い。まあ、今回のステージはね、クリアできたとしても、まだ、大きなステージとしては2つ3つ残ってるので、まあ、そこでさらに敵のね、モビルスーツの性能上がってきた中で、まあ、果たしてどう、このアッガイで、戦っていくかというところですかね。はい。では、増援部隊に予備部隊2つと、全戦力を投入して、なんとかこのステージクリアしています。次のステージに進みます。では今回も増援部隊の要請を行います。で、さらにね、アッガイやられてますので、アッガイを補充して、戦いに入っていきましょう。では、トリトン騎士の防衛戦ですね。ここはうまくすれば、水中に敵をおびき寄せて倒せそうですね。ここはシドニー湾かな？ところに、アイランドフィッシュが落ちた、まあ、その
場所なのですっぽり湾ができているようです。ここで敵を迎え撃ちましょう。水中というか水の中に2つの敵の部隊をおびき寄せましたので、この2つの部隊から集中攻撃を加えていきます。これでね、ちょっとでも有利に戦いが進んでくれればいいなというところですが、順のコマンド相手にどうだ、ジムコマンド相手に、よし残る。まあ、ここで残って格闘を加えてくれるっていうだけでもだいぶ違いますからね。しかも撃破できる、これだ。この水中適性をやっぱり十分に活かして、敵を潰していくという戦い方であればなんとかなりそうだな。はい、多数のモビルスーツ失いましたが防衛に成功しています。次こそジャブロー攻略戦になるのかな。まあ禁じ手とも言える増援部隊でゲルググを投入してますが、まあこれはね、ちょっとご容赦いただきたいというふうに思います。シーマから通信です。我々海兵隊部隊はガルマ機関に入りますということだな。よし、これでじゃあ誰だろう、シーマとコッセルとかが新しく、配下に入ってくれるのかな。これで、またパイロットはね、増強されたということになると思います。まあ、ただ、モビルスーツがやっぱり弱いんでね、この先ちょっと不安しかないですが。南米上陸作戦、次回こちらの方をプレイしていきたいと思います。